どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、ヒルトンホテルポイント購入 100% ボーナスキャンペーンっていうのが来ておりますので、こちらの解説ねやっていきたいというふうに思います。ということで、またまたねヒルトンホテルポイント 100% ボーナスキャンペーンということで、前回ねこのキャンペーンがあったのが2021年の5月頃というふうになりますんで、またね3ヶ月後にこちら 100% ボーナスキャンペーンということで開催されております。でこの 100% ボーナスキャンペーンということで、ヒルトンホテルのポイントをね条件を満たして購入すれば 100% のボーナスがねもらえるわけなんですけども、このヒルトンホテルポイントっていうのはですね注意が必要で、1ポイントのね価値としてはですね、だいたい 0.3 円から0.5 円ぐらいっていった形になっておりますので、こちらね 100% ボーナスキャンペーンということで、マリオットとかね比べてしまうと、先日ねこちらの動画で解説させていただきましたけども、マリオットだとですねミステリーボーナスということで、今回 40% から 50% でしたよねボーナスキャンペーンということで、それに比べるとですね本当に 100% ボーナスということで、かなりすごいじゃんみたいな感じになると思うんですけども、ヒルトンホテルポイント自体のね価値っていうのはもともとねそこまで高くないので、こちらはね注意が必要っていう風になります。ですので今回の動画ね見られた方でですね、もしね購入検討されるっていう方はですね、現金価格で宿泊する方がいいのか、ポイントを購入してね宿泊した方がお得なのかですね、よくね検討していただいてですね購入ねしていただければなと思います。ということでキャンペーンの詳細ね行きたいなというふうに思うんですけども、期間はですね2021年の8月17日の14時から2021年の10月1日13時59分までっていうふうになっておりまして、こちらね日本時間っていうふうになります。で公式サイトの方はですね米国東部時間でね記載がされておりますので、一応ね2021年の10月1日13時59分までねこのキャンペーン行われているわけなんですけども、ギリギリに購入するっていうのはねあんまりお勧めできませんので、日本時間の9月の30日までにね購入していただければなと思います。で今回のキャンペーンの適用条件なんですけども、今回のキャンペーンはですね条件を満たすと購入したポイントの 100% ボーナスがもらえるキャンペーンっていう風になっているわけなんですけども、1万ポイント以上ね購入していただかないとですね今回の 100% ボーナスっていうのが付与されませんので、この点はね注意してください。でポイントの購入上限ということで、ヒルトンホテルポイントにはですね購入上限ということで、1年間で購入できるポイントっていうのがね決められているんですよね。でですねヒルトンホテルは年間16万ポイントまで購入することができるっていった形になっておりますので、2021年もねもう8月の下旬っていう風になりますんで、2021年に入ってからですね16万ポイント以上ね購入されている方は今回のキャンペーンでね購入することができないっていった形になります。でポイントのね付与時期なんですけども、購入後48時間以内にねポイントが付与されるっていった形になります。ということで今回ですねヒルトンホテルポイント購入すると 100% ボーナスということで、1万ポイント以上ね購入していただくと 100% のねボーナスがもらえます。で現金価格についてですねちょっと私の方でね表を作らせていただいたんですけども、こちらの動画ね撮らせていただいているのが8月の22日っていう風になっておりまして、今現時点でね調べた1ドル円の価格ですね 109.80 円ということで、こちらの価格でこの表ね計算させていただいております。で1万ポイントのね欄を見ていただきたいんですけども、1万ポイント購入すると100ドルということで、今回ね 100% ボーナスということで 100% のボーナスがもらえます。で合計ね2万ポイントが獲得できて、これをですね100ドルということで、これをドル円で計算するとですね1万980円っていう価格になります。でですねほとんどの方がねこちらのヒルトンアメックス持ってる方はねこちらで決済ねしていただくかなっていうふうに思いますので、アメックスの場合はですね外貨決済手数料が 2% ねかかるっていった形になっておりますので、こちらを考慮すると現金価格にして1万1199円でいった形になります。これでね計算するとですね、今回のヒルトンポイント購入価格ですね、1ポイントの購入価格は 0.559 円でいった形になります。約ね1ポイント 0.6 円でね購入することができるっていった形になるんですよね。ですので基本的にはですね
ヒルトンホテルをポイントで宿泊するときにですね、1ポイント 0.6 円以上でね、宿泊することができればですね、ポイントを購入して宿泊した方がお得になるっていった形になるんですよね。それでは次にですね、今回ね 100% ボーナスポイントということでキャンペーンが来ておりますので、私の方でですね9月の土日の1泊の必要ポイントと現金価格をですねちょっとね比較させていただいた表をね作らせていただきました。ちょっとねホテル名がババッとあるわけなんですけども、こちらは9月のね土日1泊2日で計算しております。でコンラット東京、ヒルトン東京、小田原、成田っていった感じでね並んでると思うんですけども、こちらね表を見ていただいた通りですね、一番右のね1ポイントの価格っていうのをね見ていただけるとわかると思うんですけども、まあ、ほとんどがですね 0.4 円から、まあ、0.6 円ぐらいっていった形になるんですよね。でちょっとね一つだけ1ポイントのね価格が高いホテルがねあると思うんですけども、こちらね9月の16日に開業する京都のね LXR 京都っていう、日本ではねコンラット東京より上のブランドはですね、とうとう9月の16日にね開業するわけなんですけども、このホテルですね現金価格すごい高いんですよね。なんですけども、こちらね未だに9万5000ポイントで宿泊することがねできるっていった形になっておりますので、もし今回のキャンペーンでポイントを購入してこの京都 LXR ね宿泊されたいっていう方はですね、購入してこちらで利用するっていうのはですね、お得度っていう意味ではですね非常にいいのかなっていうふうに思います。1ポイントね 1.35 円っていう風になりますんで、かなりねお得なのではないのかなと思います。なんでねこんな感じでずっと推移してるのかちょっとわかんないんですけども、もうね結構経つんですよね、このポイント数で予約できるようになって。まあしばらくはねオープン記念みたいな感じなんですかね。ずっとね9万5000で予約することができるって形になりますんで、まあいつかねあのポイント数はね上がると思いますので、今のうちのねチャンスかなっていうふうに個人的には思っております。あのヒルトンホテルポイントのねこの必要ポイントっていうのは、マリオットはねオフピーク、スタンダード、ピークっていった形で必要ポイントがねシーズンによって変わってるっていう風になるわけなんですけども、ヒルトンホテルに関してはですね完全に変動制っていう風になっておりますんで、今回こちら表出していただいているのがこちら週末っていう風になるわけなんですけども、これがね平日になるとすごいところがね本当に半分とかに、ね、なったりするホテルもあるんですよね。ですのでこの時期によってねヒルトンっていうのはポイント数違うっていった形になりますんで、この京都の LXR もねいつかねこの現金価格であればですね、多分必要ポイント数はね多分倍とかになっていくのではないのかなっていうふうに思っております。またですね11月にですね開業するヒルトン長崎、こちらもですね、まあ、0.5 円っていった形にはなるわけなんですけども、まあ11月に開業ということで、まあ開業してね間もない頃に宿泊していただければですね、かなりね新しい開業したホテルっていう風になりますんで、いろんな意味でね気持ちよく滞在できるのかななんていう風に思っております。こちらもね11月に開業っていう風になりますんで、こちらもねかなりチェックしていただきたいかなっていう風に思います。まあそれ以外だとですね、コンラット大阪こちら 0.65 円、あとねヒルトン福岡も週末だとね 0.69 円ということで、まあ、週末だったらねヒルトン福岡もね悪くないのかなっていうふうに思います。それでは次にですね、ヒルトンホテルポイントっていうのはですね、本当に繁忙期だと結構ね1ポイントの価値っていうのはかなり上がりますので、購入ねされる方であればですね、こちらで利用していただくのがね一番いいのかなっていうふうに思っておりまして、こちらね2021年の12月の31日大晦日のね1泊の価格と必要ポイント数ねちょっとまとめさせていただきました。こんな感じになっておりまして、まあ先ほどとねホテルは一緒なんですけども、まあコンラット東京であればですね最低利用金額はですね10万と2733円で、必要ポイント数だと9万5000ポイントっていう風になりますんで、ここだとですね1ポイントの価値としては 1.08 円ということでかなりいいですよね。まあこういった感じでですね、大晦日とかね本当にスーパー繁忙期にね利用していただくとですね、ヒルトンホテルポイントっていうのはね非常にお得にね利用できるっていった形になりますんで、もしね利用するのであればですね、この大晦日ねぜひね利用してみていただきたいなっていうふうに思うんですよね。ほとんどのところがね 0.6 円超えていると思うんですよね。まあ長崎と北谷、
ニセコビレッジはねちょっと 0.6 円超えてないんですけども、まあそれ以外のホテルであればですね、すべてね 0.6 円超えているっていう風になりますし、またね先ほどの京都の LXR ホテルに関してはですね、ここね大晦日22万1000円するんですよね。ちょっと調べてびっくりしたんですけど、ここね9万5000ポイントで宿泊することがね現時点ではできるっていった形になっておりますので、気になる方はですねちょっとね京都で大晦日過ごすっていうのもね悪くないのではないのかなっていうふうに思うんですよね。またですねヒルトン長崎に関してなんですけども、こちらねサービス料とか税金とかね今のところ表示されないんですよね。ちょっとバグってるのかもしれないんですけども、まあ 35,280 円で必要ポイントは5万ポイントというふうになりますんで、まあすごいねお得っていうわけではないんですけども、まあ大晦日でねサービス料税金が全然入ってこないっていうのもねちょっとおかしいかなっていうふうに思いますので、まあもしね利用されたいっていう方はですねこちらもねいいのかなっていうふうに思います。おそらくねこれ修正が入って値段上がるんじゃないかなって個人的には思うんですよね。ヒルトンでいつもあの表示価格を先行っていくとですねサービスとか税金とかね入ってきて最終金額っていう風になりますんで、今ねこのヒルトン長崎はね表示価格がねそのまま最終価格になってるんで、もしかしたらこれ変わってくるかもしれないなっていう風に思っているんですよね。ということで今回ですねヒルトンホテルポイント 100% ボーナスキャンペーンということで解説ねさせていただきましたけども、前回ですねこのキャンペーンね解説した時にヒルトンホテルポイントをこちらのヒルトンアメックスカードですね、まあこちら私はプレミアムカードなんですけども、こちらで決済してみますみたいな、まあ1000ポイントだけ購入してどうなるか見てみますみたいな話をねさせていただいたんですけども、ヒルトンアメックスプレミアムカードの場合ヒルトンホテル系列で使うと100円で7ポイントね貯まるわけなんですよね。ですのでちょっと購入したらねこれ7ポイント貯まるんじゃないかみたいなね、まあそういった感じで検証させていただいたわけなんですけども、まあ SPG アメックス同様ですねヒルトンアメックスカードでヒルトンポイントを購入しても100円で7ポイントっていうそのボーナスポイントの部分ですねもらうことはできませんでしたということですので、まあこちらでね1000ポイント購入させていただいたわけなんですけども、普通にね100円に対して3ポイントっていった形になりますんで、もしね保有されている方はですね、まあお好きなクレジットカードでね決済していただければなと思います。個人的にはですね毎回ね言っていますけども外貨決済手数料はほぼかからないですね、レボリュートカードこちらがねおすすめっていった形になります。またですねこのヒルトンホテルポイントね購入されたいっていう方はですねアメリカのねキャッシュバックサイトにはなるわけなんですけども、トップキャッシュバックっていうところをね経由してこのヒルトンホテルポイントね購入していただくとですね 2.5% 還元かな、今ちょっと後でねここら辺に出しておきますけども、キャッシュバックはね受けられるっていう風になりますんで、そこで貯まったねキャッシュバックに関してはペイパルを経由してですね銀行振込とかもねすることができるっていった形になりますんで、もしね購入されたいっていう方はですねぜひねトップキャッシュバックね経由していただいて購入ねしていただければなと思います。またですねこちらのヒルトンプレミアムカード、まあ私はプレミアムカードなんですけども、ヒルトンアメックスのねクレジットカードを保有されている方は決済額を積むとウィークエンド無料宿泊特典であったりヒルトンダイヤモンドステータスがねもらえたりしますよね。この決済額を積むのに関してこのヒルトンポイント購入がカウントに入るのかっていう話なんですけども、こちらねアメックスのデスクで確認取りましたけども、ポイント購入ね OK っていった形になりますんで、もしね決済額を積んでウィークエンド無料宿泊特典であったりですねダイヤモンドステータスね狙われている方はですねこのヒルトンポイント購入もねちゃんとカウントに入りますので、この点はねご安心していただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルなどについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。